はいどうもこんにちは、グッドカラーチャンネルのゼミタです。ということで今回は3代目へとフルモデルチェンジを遂げた日産新型ノート、こちらの試乗インプレッションをお届けしていきたいと思います。ノートと聞けば電動パワートレインの e パワーを思い浮かべる方も非常に多いと思うんですが、実は今回のモデルチェンジでその e パワーが刷新されました。去年キックスに乗った時もこれまでより進化したなと思ってたんですが、さらにそこから良くなっているということで期待が高まります。また走りも大注目ですが、内外装もガラッと変更してますから、気になる方はそちらの動画もぜひご覧ください。ということで3代目新型ノートに早速乗っていきましょう。はい、ということで今回はフルモデルチェンジを果たした日産新型ノートに試乗しています。いやこれね、乗るの本当に楽しみにしてました。っていうのもやっぱり私今ホンダのフィットを所有してますし、まあそこと比較してこの日産新型ノートの成長具合っていうのはどんな感じなのかなというところがすごく気になっていたので、まあこの日を本当に楽しみにしていたんですけども、今回ディーラーさんでお借りしたのはその中でも最上級グレードとなる X グレードになります。でノートに関しては F グレード、S グレード、X グレードと3つ用意されていますし、まあ、それぞれのグレードの装備の違いなんかはもうすでに事前に見積もり編で紹介しますので、まあ、そちらをぜひご覧ください。まあ、今回のノートの特徴といえばやっぱり e パワーの進化だと思います。まずスペックをお伝えすると、エンジンに関してはこれ発電専用なんですけども、直列3気筒の 1.2 リッターのガソリンエンジン、これが最高出力82馬力、そして最大トルクが113ニュートンとなっています。でエンジン自体もやっぱり効率化が図られていて、例えば加速力の向上であったりとか、さらに低燃費に貢献しているということでエンジンも進化しています。で何よりも走りに直結するモーターなんですけども、最高出力が116馬力、そして最大トルクが280ニュートンメーターと、これはクラストップレベルの動力性能を誇っています。まあね、でもこの2世代目と進化を果たしたことで何が良くなったかっていうと、実は一つ世界初採用の技術があって、例えばロードノイズなんかがかなり大きいシチュエーション、まあそういう時にはエンジンをあえて始動してしまって発電をするということで、ロードノイズの中にエンジンノイズを埋め込んでしまう、まあ埋め込むというか消し込むというか、まあ相殺してしまうということができているそうです。ですから実際にまあ普通に走っている時は、まあほとんどそのエンジンの始動音であったりとか、そういうところは気にならず走れますし、今ちょっとロードノイズ大きいんですけども、やっぱりこういう時はエンジンがもうかかってます。でもさっき言ったようにいつエンジンがかかったのかっていうのはもう全くわからないレベルに抑えてありますね。ですからこのあたりがまず一つ e パワーの進化ポイントになってます。で動力性能もこれ十分なんですけども、今エコモードで走っていてこのレスポンスがあるわけですよ。でドライブモードセレクトもエコ、ノーマル、スポーツとありますから、もうこれじゃ物足りないよっていう方はスポーツに切り替えてアクセルを踏んでやると、いやもうこれはね一般道じゃ試せないくらいの、まあ、レスポンスの良さ、あとは力強さがあります。なのでこれの本領発揮を試そうと思ったらもう高速道路にシチュエーションを変えるしかないですね。これですよね、無音でこうシューンと加速していくところとかを見ると、いやさすがいいパワーだなっていう感じもしますし、まああと乗り心地とかもこれね先代から比べると別物に仕上がってますね。上質なアッパークラスになったんじゃないかなっていうくらい乗り味しっとりしていて、このね路面のコツコツとした動きをしっかりこう伝えてくれるんですけども、でも不快な突き上げ感にしないっていうところはこれはお見事ですね。ですから乗り心地もすごく進化しているポイントだなと感じますね。でサスペンション形式に関してはフロントがマクファーソンのスラット式、そしてリアがトーションビームということになっています。いや乗り心地もいいですね。実際に私が今乗っているフィットと比べてもこっちの方がやっぱり穏やかですし、突き上げ感っていうのはほとんど感じませんね。同じ16インチタイヤを履いていながらも、まあ、若干扁平率は違うかもしれません。でもねこの新型ノートの、まあ、吸収性というかサスペンションのそのストロークなんかはすごくいいものがありますね。しっとり系の、まあ、ちょっとだから高級な欧州車って感じもします。そして e パワーはこの
発進時の立ち上がり加速、まあこれは従来から良かったんですけども、まあでもこのあたりもやっぱりさらに滑らかになってますし、いやでもこれは限りなくまあ EV に近い走行フィールになってますから、ガソリンを入れながらも EV みたいな世界を味わえるっていうところでは、まあこれはちょっとね魅力あるなと思いますよね。まあ本当にアクセルペダルにどうでしょうね、もう1センチ2センチ足をかけてやるだけで、もう一般道では力強すぎるくらいの加速力っていうのを表現しますから、まあノンストレスで走れます、これは間違いないです。でさっき言ったこの乗り心地でしょ、もうねこれ先代からの進化がすごすぎますね。まあもちろん乗り心地がその良くなっているところにはやっぱりプラットフォームが刷新されたっていうのも大きいと思いますね。今回コモンモジュールファミリーと呼ばれるそれの B セグメント用のプラットフォームになるんですけども、まあこれの特徴としてはやっぱりシャシー剛性もかなり上がってますし、まあサスペンション周りの剛性、さらにはステアリング剛性なんかも上がってて、まあトータル的にその剛性バランスが上がってるということになります。ですからまあ剛性が上がるともちろんそのシャキッとした走り味っていうのも出るんですけども、でもやっぱり乗り心地もすごく良くなりますし、まああとは静粛性のレベルなんかも上がりますから、やっぱり1ランク2ランク上がったような走行フィールっていうのを得られます。あとね良くなったポイントを言っておくと、ステアリングフィールがものすごく滑らかになりましたね。さっき言ったこのステアリング周りの剛性が上がってるっていうところもありますし、今までのそのノートってまあ強いて言うとすればやっぱり乗り心地がちょっとまあ不快だなっていうところと、あとはステアリングフィールに引っかかりがあったんですよね。ですからまあ走りのその上質さっていう部分ではちょっと欠けているなっていう印象があったんですけども、でもねこのノートに関してはまあ滑らかっていうか全く引っかかりありません。ですからすごくこの気持ちいいステアリングフィールになってますね。もちろんそしてボディ剛性も上がっててプラットフォームも刷新されてますから、シャシー剛性も高く、操舵応答性なんかも非常に高いです。ですからまあこのままワインディングなんか行っても十分楽しめるようなセッティングになってますよね。いやこれはね進化してますよ。もう見事にフルモデルチェンジの名にふさわしい進化を果たしてます。で今エコモードに切り替えたんですけども、まあ正直ねこれでもやっぱり十分ですよね。わざわざスポーツモードに切り替えなくてもこれでやっぱり E パワーのその爽快な走りっていうのは楽しめます。いやーいいですね。今みたいな車線変更なんかでもステアリングフィールがやっぱり滑らかですからすごく安心してできますし、まあ今50キロくらいで走っていての直進安定性なんかもこれかなり向上してますね。でワンペダルドライブなんですけども、今何気に走ってますけども、私ねおそらくこれ走り始めてからブレーキペダル一回も踏んでないですね。一回も踏んでないというと語弊があります。最後止まるときはこれペダルを踏まないとクリープでずっと進んでしまいますから、最後は踏んでるんですけども、いわゆる通常の減速のところっていうのはワンペダルで行ってます。 E パワードライブという名がついてるんですけども、これ非常に楽ですね。やっぱり加減速が一つのペダルで行えるっていうのが、まあキックスの時も紹介しましたし、この E パワー搭載モデルではそれができるということになっています。ですからこういう微妙な加減速を繰り返すシーンでは意外とアクセルを踏んだりブレーキを踏んだりっていうこの操作の分けが非常に多いんですけども、でもここが一つのペダルで済むっていうことは、これはね長距離乗っていたりとか長時間運転してるとかなり運転ストレスの軽減に貢献するポイントになってますよね。であと気づいたところというか、これ皆さんにお伝えをしたいんですけども、例えばワンペダルで足を離した時にブレーキランプがついてるかどうかっていうのは結構気になりませんか。それが今メーターの中で今回わかるようになりました。なので今放ちますよ。そうするとリアのテールライトも光るんですよ。ですから今どういう制御が行われているかっていうのを一目見てわかるようになりました。まああと装備面で進化したポイントっていうのをお伝えをしておくと、今回ブレーキホールドが採用されました。まあこれはねキックスとかルークスにも採用されてましたし、まあ当然のごとくついては来てるんですけども、この中でさらに進化したポイント、国内初採用っていう技術が実は1個あります。それが
メモリー機能、これがつきました。今までのブレーキホールド、他のブレーキホールドがついてるメーカーさん、モデルっていうのは、例えばエンジンを切ると、もうその時点でブレーキホールドっていうのはオフになりますよね。ですから、乗るたびにブレーキホールドのボタンを押さなければいけなかったんですけども、でもそうじゃなくなって、今回エンジンを切っても、前の状況、前の作動状況っていうのを記憶してくれてます。だから、いちいちボタンを押す必要がなくなったんですよね。これはね、やっぱりユーザーファーストな作りだなというふうに改めて思いますし、まあこれをきっかけに他のモデルもどんどん追随してほしいですよね。いやー、でもね、この e パワーはすごい、本当にいいパワートレインですよ。いや、やっぱりワンペダル楽ですね。こういう下り坂でブレーキペダルを踏まなくていい、まあ踏まなくていいといったら語弊があるんですけども、まあほぼ最後まで踏まなくていいっていうのはめっちゃ楽ですね。まあで、前の先代のノートと違うのは、最後までこの完全停止までワンペダルではできなくなってます。ですから最後はしっかりこうドライバーがブレーキを踏んであげないと、まあ前の車に当たってしまうっていうことになりますから、そこは皆さん本当に気をつけてほしいんですけども、でもまあそれを補う技術としてブレーキホールドもありますから、まあ結果的には特に気にならないところかなと思います。個人的にはワンペダルで本当に微低速まで減速してくれるので、もうそれだけでも十分かなと思いました。でもね、この5、60キロで走ってる時の静粛性のレベルっていうのは段違いに上がってます。それはもちろんその風切り音とかいう意味でもありますし、フロアからのそのバイブレーション NVH っていうところもかなり良くなってますから、これの進化はやっぱり著しいですね。まあプラットフォームが進化したっていうところもあるでしょうけども、この新型ノートの走行フィールで悪いところっていうのが本当に見当たらないんですけども、ちょっとね、こう無理に探そうとするのもまあ逆におかしいですし、こう普通に乗っていて他の車と同じ感じの評価で見てみると悪いところがほとんどないですね。だからそれぐらい新型ノートの完成度が高いっていうことですよ。まあパワー感も申し分なしで、乗り心地もこれすごく進化してますし、いや、いいとこづくめじゃないですかね。これ別にお世辞言ってるとかじゃなくて、本当にそんな感じがしますね。これは車線変更なんかも結構スーッと行きますよね。特に今ディーラーさんまで私新型レヴォーグで来たんですよ。ですから新型レヴォーグってものすごく剛性高いし、どうしてもね、やっぱりこうそこと比較してしまう部分もあるんですけども、それに負けてないくらいのこのドライバビリティ、アジリティの高さっていうのがあるんじゃないでしょうか。いや、これ本当にすごいですね。ちょっと驚きました。はい、ということで、まあ、ラストに燃費を見ておきたいなと思います。今回の試乗だけの燃費で言うと、リッターあたり 24.5 キロとなりました。いや、結構いいんじゃないですかね。ガバ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 アクセルも踏んでましたし、まあ、それでこの数字が実燃費で出るっていうのは優秀だと思います。で、カタログスペックを見ると WLTC モード、これ総合燃費で 28.4 キロ、そして市街地モードで28キロちょうどとなってますから、まあ、若干そこには及びませんでしたけども、まあ、十分いい数字が出たと思います。で、タンク容量に関しては36リッターですから、まあ、カタログ数値がマックス出てちょうど1000キロくらいということになっています。ですから頑張ればワンタンク1000キロ走行もできるということになっています。いや、これね、フィットと比較しても相当良かったですね。ちょっとね、ここだけの話、乗り換えたくなるくらい走行フィールはすごく良かったです。まあ、新型ノート、これ検討中の方は一度乗ってみることをお勧めします。かなり衝撃を受けると思います。ちょっとね、次元が違うところまで先代から進化してますから、走りの質感で言うと1ランク2ランク上がっていました。というわけで、日産新型ノート試乗編はこれで以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。